おはようございます。マイペース男です。今日はちょっとね、東京の都内でね、ちょっとドラマの撮影があるということでね、ちょっと今からそこに向かおうと思います。まあ撮影現場とかちょっとね、映せないと思うんだけど、まあ、ちょっとそこ行くまでの過程とかね、まあちょっと終わった後のね、軽い感想とかその辺を話せればなと思います。はい、というわけで撮影現場近くに来たので、これから頑張っていきたいと思います。お疲れ様です。午後3時です。ちょっと東京のとある場所を歩いてます。今ね、現場が終わって解散になったんで、入ってます。とりあえず風がめっちゃ強い。一応なんかその事務所からのね、連絡だと、夜6時終了っていう予定がね、ちょっと早まって、まあこういうことはね、よくあるんですよ。で、いいね、なんか、天気もいいしね、ちょっと東京ブラブラ歩きたいね。思ったんですけど、ちょっと風が強くて寒すぎるんでね、どうしようかなって感じです。おしゃれな場所だよね。でもいいです。一応ね、お昼ご飯を現場でいただいたんですけど、お弁当が待ってるってことで、ちょっと追加でもらってきたんで、ここで、ランチが終わってるから、3時だからなんだ、おやつ夕飯わかんないですけど。はい、完成の一杯ですね。卵最高。夜だったらね、結構ね、六本木のも結構綺麗な場所があるから、ね、そういうところ Vlog で撮ってもいいんだけど、ちょっと昼間ね、寒すぎますわ。風が冷たい。はい、お疲れ様でした。ということでね、もうなんだかんだ時間がというかもう夜ですね。夕方ね、4時ぐらいに家帰ってきて、そこからね、2時間ぐらいちょっと寝落ちしてましたね。ちょっと、ね、撮影内容はちょっとなんか、まだ言えないんですけど、結構ね、ちょっと体使ってたって部分もあって、ちょっとね、疲れてたのかなっていう感じです。はい。まあ、朝も早かったしね。はい。そんな感じで、まあ、去年は、彼女をお借りしますっていうドラマ、僕のね、いとこがね、書いてる漫画が原作の、ドラマなんだけど、それが、去年はね、そこにちょこちょこと出させてもらって、それがまあ、夏、に放送して、まあ、それ以来のね、ドラマの撮影だったんで、まあ、半年ぶりぐらいかな。うん。まあ、ちょっとあまり詳しいこととかも言えないけど、まだ、まあ、またなんか、お知らせできる機会があれば、動画の中でちょこっとお知らせをね、したりしたいなと思います。はい。まあ、でもね、やっぱ、すごい良かったです。なんか、いい現場でしたね。なんか、すごく優しい現場というか、うん。なんかね、スタッフさんも、なんか、殺伐としてる空気みたいな時もあるんだけど、まあ、そういう現場も多いんだけど、今日の現場はそういうんじゃなくて、なんか本当に、なんか気遣いというか、うん、なんかね、すごく気にかけるみたいなところがすごくあったし、なんかね、すごい、今どんな状況なんだろうとか、なんかそういう不安みたいなのもなくて、本当にちゃんと説明してくれて、めちゃくちゃいい現場だし、なんか、主演の人もね、すごい大御所の方なんですけど、その人も、なんか本当にいろんな人にね、声かけて、なんか寒くないですかとか、いろいろ声かけてくださったり、すごいね、なんかね、気遣いがめちゃくちゃある、めちゃくちゃいいチームだなっていう感じの場所で働けたなっていう感じがします、しました。はい。あとなんだろうね。まあ、その辺のね、ことは詳しくは、まあ、ラジオとかでもね、ちょっと話そうかなと思うんでね、よかったらラジオを聞いてください。はい。そんな感じでまたこういったね、日常の Vlog 撮っていきたいと思いますので、よかったら動画見てください。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。